カーにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。このケーブルカーの線路全長1100メートル、ご乗車いただきました滝本駅標高407メートル、終点二軒山駅標高831メートル、高低差は424メートルです。平均勾配は関東一の22度、最急勾配25度の斜面を時速 11.5km で走行し、約6分で岳山駅に到着いたします。ケーブルカーは安全な乗り物ではございますが、事故防止のためやむを得ず急停車することも